はい、それでは池さん、本当それでは本当にお願いします。もう名台詞2人でやったらいいんじゃないですか。だってどっちか分かんなくなるんですもん。ダブルキャスター龍之介はちょっと待ってくださいね、はい、まずはじゃあね、サーバントのね鶴岡くんお願いします。はい、はい、ではちょっと長いんで読み流れていいですか。いいよ。徳心も雷さんもあなたにとっては等しく同じ崇拝であると仰せか。ああ龍之介、全くあなたという人は深遠な哲学をお持ちだ。全然読んでないじゃないか。覚えてました。いやいやいや、すごい、覚えてた。すごい、はい、素晴らしい。なんか覚えてましたね。今もうね、顔まで似てたね。本当ですか。目までもう今ね、そのものだったよ。あ、小山さんそっくりだったよ。はい、僕はそこまで目がちっちゃいから僕はできないわ。負けた。ありがとうございました。ありがとうございました。では石田君、はい、お願いいたします。はい、じゃあ、自分勝手な下道になりきろうと思いますので、はい、皆さんは自分が主体だと思ってください。なんだと？新しいね。何？ひどすぎる！こんな、これが人間のすることかよ！なんか本当は間違ってるのにかっこよく聞こえますね。ね、こんなひどいこと言ってるのになんかかっこよく感じてしまうというね。かっこよかった。もうとんでもないことですが。一本筋が通ってますからね。そ, そういうふうに曲がってるけどね。言えなくもないですけどね。曲がってるけど通ってる。ということでありがとうございました。